神宮球場からお伝えしてまいります。東京ヤクルトスワローズ対阪神タイガースのゲームです。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、相手がエースということで、これなかなか点を取るのが難しそうですね。そうでしょうね。まあですからね、ランナー一人どう生かすかというところでしょうね。はい、そのあたりに注目していきましょう。まずはスワローズのエース石川がマウンドに登りました。今日は相手打線どのように抑え込んでいくんでしょうか。タイガースの攻撃、バッターボックスは1番西岡。西さん、1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか。そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与える。初球打ち、セカンドライナーです。まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。ボールになります。高めの球、ストライクになります。外、低めのボール、ワンボールツーストライク。引っ張った。ツーアウトになりました。バッターボックス鳥谷。ツーアウトランナーありません。初球変化球は空振りです。変化球タイミング合いません。あっという間に追い込んでいます。低めの変化球です。この球は外れています。インサイド落ちました。左中間に落ちました。ツーアウトながら先制のランナーが塁に出ます。4番バッターコンラッド。ヒットでランナーを一塁に置いています。フルスイングしました。レフトに強い打球、レフトバックする、バックする、レフトオーバー、ランナーが出ます。チャンスを広げていきます。ツーアウトランナー三塁一塁。迎えるバッターは5番福留。ツーアウトながらランナー三塁一塁。初球ボール、高め決まってストライク。膝元への変化球、思わずバットが出ました。
アウトコース、これは見送ってボールです。空振り三振、ここは投げ勝ちました。ここはチャンスをものにすることができませんでした。先制のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを潰しました。1回の表終わってタイガース無得点です。西さん、長いシーズン怪我などもありますから、年間通してベストオーダーが組めるかどうかっていうのは大事ですよね。いや、そうですね、それを含めてが、チーム作りですからね。そのあたり監督の采配にも注目が集まります。先発ピッチャーメッセンジャー、キャッチャーとの息を整えるためにまずは投球練習を続けます。そしてキャッチャーは日高、今日のタイガースバッテリーです。ヤクルトスワローズ初回の攻撃になります。バッターボックスミレッジ、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。背番号85、フルスイングしました。ワンバウンドヒットになりました。先制のランナーが出ていきます。ノーアウトランナー1塁です。ランナーを背負ってのピッチングになります。打順は2番、田中。ヒットでランナー1塁になっています。ファーストランナースタート、キャッチャー2塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗。これはもうキャッチャー素晴らしいスローインでしたね。高め際どいコース決まっています。あっという間に2ストライクです。落ちる球できました。打ちました。アウト、ツーアウト。バッターは3番川端。初球から際どいコース、打ちました。ヒットになった。ツーアウトながら先制のランナーが塁に出ます。バッターボックスは4番畠山。ツーアウトランナー一塁です。インサイド見送っています。ファーストランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功です。ここも思い切ってきました。盗塁成功です。釣り球、しかし誘いには乗りません。フルスイング、ライナーになった。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン。スワローズ1点を先制しました。1対0。今のバッティングご覧いただきましょう。果たしてこの後追加点が入ることになるのか、はたまた食い止めることはできるんでしょうか。打席には5番バッターバレンティン。5番ライトバレンティン。
この回先制点を許しています。最初は見ていきます。アウトローギリギリ決まっています。簡単に追い込んでいます。引っ張った。セカンド送球、スリーアウトになりました。この回スワローズ先制点を取っています。1回終わりました。1対0、スワローズ先制です。2回の表、追いかけるタイガースの攻撃になります。バッターボックスには6番マートン。6番レフトマートン。1点を追っていますタイガースです。レフトマートン。初球ボール、変化球が高めに外れています。ボール先行です。外の低めです。外の変化球空振りです。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。同点のランナーが出ていきます。一塁蹴って二塁に向かう、ツーベースヒット、ノーアウトランナー二塁です。さあランナーが出ます。どう得点に絡めていくのか。いや、ここでね、一気に攻めたいですね。7番バッター新井、ヒットでランナーは二塁に変わっています。際どいコースですがアンパイアの手が上がりました。これは大きく外れています。チェンジアップを見極めます。外角低め、空振りです。打ちました。これはどうだ。セカンドライナーです。バッター日高、キャッチャー日高、8番キャッチャー日高、背番号37。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。初球ボール、膝元への変化球、思わずバットが出ました。これは見送ります。バッターから一番遠いところ、
ールです。ここは見送ります。これでフルカウント。打ちました。低い当たり、ピッチャーライナーです。バッターボックス、メッセンジャー。ツーアウトになっています。結局ランナーそのままです。最初は変化球できました。外角低め、空振りです。決め決まってストライク。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。打った、レフトへ。どうだ、これはどうだ、落ちた落ちた、ヒットになる。チャンスを広げていきます。ツーアウトランナー三塁一塁。同点のランナーが三塁にいます。打ちました。打球は右中間へ。ライトが前に出る。ワンバウンドヒット。サードランナーホームイン。同点に追いつきましたタイガース。1対1。積極的に初球打ち、見事積極策はまりました。試合は振り出しに戻りました。打席には2番バッター、ヤマト。得点圏にランナーを置いていますタイガースです。際どいコースですが外れました。ワンボールです。外低めの球、打っていった、ライナー性の当たり、落ちました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これで3連打、ホームアウトで3アウトチェンジです。この回タイガース同点に追いつきました。2回の表終わって1対1、タイガース同点に追いつきました。2回裏に入ります。スワローズの攻撃、6番バッター松井。センター松井潤背番号57。インサイド外れます。空振りになります。変化球外れました。空振りになります。引っ張った、一二塁間を破る、ヒットになった。勝ち越しのランナーが出塁していきます。さあランナーを置いてどう対処していくでしょうか。まあ、ここはね気にしないでね、次のバッターを仕留めること、まあ、そこに集中することですね。
打席には7番バッター宮本。ヒットでランナーを一塁に置いています。バントしました。ピッチャーが取る。一塁送球アウト。ワンアウトです。8番バッター相川。得点圏にランナーを置いていますスワローズです。強い当たり抜けていきました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。中継にボールが送られる。セカンドランナーホームイン。スワローズ勝ち越し。2対1になりました。さあご覧いただきましょう。見事なタイムリー。序盤リードしましたが、試合を確定づけるためには追加点を取っておきたい状況です。バッターは9番石川。この回勝ち越しに成功。攻撃は続きます。このストレートには力があります。アウトコースへいい球が来ました。これはよく見ました。落としてきた。しかしバットは止まっています。しかしこれはファウル。引っ張った。打ち上げた。これはどうだ。切れました。ファウルボールです。空振り三振。ランナー返すことができませんでした。ツーアウトになっています。打順は1番に帰ります。バッターミレッジ。最初の打席でヒットを放っています。この回勝ち越しを許しています。初球から力いっぱい投げ込んできます。打ちました。これはどうだ。セカンドが取る。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回スワローズ勝ち越しに成功しています。2回終わって2対1、ヤクルトスワローズがリードしています。3回の表、タイガース打順よくクリーンナップから始まります。打順は3番鳥谷。今日は第1打席にヒットを放っています。小宮山さん、今リードされていますので、この辺りから徐々に揺さぶりをかけていきたいですよね。まあ、そうですね。とにかくなるだけ早めに追いつきたいですからね。そうですよね。スライダーです。だいぶボールとバットが離れていました。2ストライクを先に取っています。変化球空振り。ワンアウトです。バッターボックスフォンラック。最初の打席でヒットを放っています。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打ちました。ツーアウトになりました。打順は5番福留。最初の打席は三振に倒れました。
2アウトランナーありません。インコース打ちました、いい当たり、切りました、ファールボールです。引っ張った、しかしファーストライナー、三者凡退に終わっています。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退無得点です。3回の表2対1タイガース無得点です。3回の裏追加点を狙うスワローズの攻撃です。バッターボックスには2番田中、1点をリードしているスワローズの攻撃です。初球空振りです。低めの際どいところですが外れています。サード飛びつく、アウト、いいプレーが出ました。横っ飛びで掴み取った。ご覧いただきましょう、見事な守備を見せてくれました。ファインプレー。打席には3番バッター川端、今日は第1打席にヒットを放っています。ゴロでワンアウトを取っています。インサイド決まっています。この高めは外れます。の球ストライク、ワンボールツーストライクです。打ちました、ワンアウトから追加点のランナーが出塁していきます。バッターは4番畠山、最初の打席でタイムリーを放っています。ここは盗塁も考えられます。ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、盗塁成功、きっちり盗塁を決めてきました。低めストライクになります。ストライクを先行させていきます。追い込みました。打ち上げた、これはどうだ、切れていきます、ファウル。低めの変化球きっちりと見極めましたがボールです。ファウルになります。空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。ツーアウトになっています。打順は5番に回ってきます、バレンティン。西さん、当然長打をここは警戒してくる場面ですね。まあそうですね、当然ね、それを意識したねシフトになるでしょうね。変化球に手が出てしまいました。3球目打ちました、左に持っていった、これはどうだ、切れました、ファウル。抜けていれば貴重な追加点というところでした。
空振り三振。前にボールを飛ばせません。攻めきれませんでした。追加点とはなりませんでした。ランナー出ましたがスワローズ得点はありませんでした。3回終了2対1、スワローズ無得点です。ゲームは中盤4回に入ります。追いかけるタイガースの攻撃になります。バッターボックスは6番マートン。最初の打席でヒットを放っています。西さん、ピッチャー攻略の糸口をつかめそうな雰囲気は出てきてますよね。そうですね、流れも良くなってますね。バットもどんどん振れてきてますよね。そうですね、期待しましょう。低めの変化球見送りましたがストライクです。いいテンポで追い込んでますよね。簡単に追い込んでいます。次の投球が今日の50球目。三振。結局最後はバットが出ませんでした。まず一つアウトを取りました。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打った、これはどうだ、レフトライナー掴んで、これで2アウトです。8番バッター日高。この回はあっという間に2アウトです。最初は変化球できました。インコースにバットが出ます。打ちました。一二塁間を破るヒットになりました。ツーアウトながら同点のランナーが出ます。今のバッティングご覧いただきましょう。バッターは9番メッセンジャー。今日は第1打席にヒットを放っています。同点のランナーが出ましたタイガースです。初球打ち、右中間に落ちました。この打席もヒットを放ちます。積極的にファーストストライクから打っていきました。打順はトップに帰って西岡。先ほどの打席でタイムリーを放っています。一打同点の場面です。初球空振りです。緩いボールしっかりと見極めました。インコースの変化球見ています。打ちました。これはどうだ、セカンドゴロ。セカンド送球、二塁フォースアウトでスリーアウトチェンジです。同点のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを潰しました。4回の表を割って2対1、タイガース無得点です。ヤクルトスワローズ4回裏の攻撃になります。バッターボックス松井、最初の打席でヒットを放っています。ダメ押し点の欲しいこの場面、まずは出塁したいところ。初球まずは空振りを取っていきます。次のボールがまだ50球目です。これはいいボール、ここはあっという間に追い込んでいます。
めに1球外します。高め際どいがボールになります。打ちました。追加点のランナーノーアウトから塁に出していきます。リプレイでご覧いただきましょう。打順は7番宮本、第1打席は送りバントを決めています。ヒットでランナー1塁になっています。送ります。サードが取る。一塁送球アウト、ワンアウト。バッターボックスは8番相川、最初の打席でタイムリーを放っています。送りバントが成功してチャンスを広げています。最初は変化球できました。外れました。フォークボールを見極めました。ボールが3つになります。打ちました。ライナーになった。ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。この打席もヒットを放ちます。セカンドランナーホームイン。追加点が入りました。ヤクルトスワローズ3対1。リプレイでご覧いただきましょう。試合はすでに中盤戦、ここで点差が開いています。打席には9番バッター石川、最初の打席は三振に倒れました。ワンアウトランナー一塁です。バントしました。ピッチャーが取る。一塁送球します。アウト、ツーアウト。打順は1番に帰ります。バッターミレッジ。送りバントが成功してチャンスを広げています。あっと取れない。バッテリーエラー。ボールを拾ってツーアウトランナー三塁。アウトコースへいい球が来ました。インコース決まった。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。サードランナーはボールを拾って低め低め、フルカウントになります。打ちました。低い当たり、抜けていきました。サードランナーがホームに帰ってきました。追加点が入りました。ヤクルトスワローズ4対1。見事なバッティングでした。リプレイでご覧いただきましょう。追加点の入ったこの場面、ゲームは中盤戦です。バッターは2番田中、今日はまだヒットがありません。この回追加点を挙げています。ファーストランナースタート。キャッチャー二塁送球する。
二塁タッチアウト、盗塁失敗、スリーアウトチェンジ。リプレイでご覧いただきましょう。徐々に試合の流れを確かなものにしようとしています。しかしこの回得点が入りました。この回スワローズ2点を追加しています。4回終わって4対1、ヤクルトスワローズのリード広がっています。5回の表、追いかけるタイガースの攻撃になります。打席には2番バッターヤマト、先ほどの打席でヒットを放っています。先頭バッターとしてはまずは塁に出たいところです。初球空振りです。緩いボールを持ってきました。外の変化球、変化球低めに持ってきましたがボールになります。空振り三振、まず一つアウトを取りました。バッターボックスには3番鳥谷、先ほどの打席は三振に倒れました。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球は変化球当たりません。得意のボールでストライクを取りました。インサイド見送っています。2ストライクと2球で追い込んでいます。インコースボール、インロー見極めています。高め打ちました。ファウルになります。低めの変化球は外れました。フルカウントです。引っ張った、ライン際、フェアです。ワンアウトからランナーが出塁していきます。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、ツーベースヒット。迎えるバッターは4番コンラッド。ヒットでランナーは2塁に変わっています。まずは見送ります。ワンボール、この球は外れました。これは手が出ないか、ストライクを取ります。変化球にバットが空を切ります。サードうまくさばいて一塁送球、ツーアウトになりました。5番に回ります。バッター福留、今日はまだヒットがありません。
2アウトになっています。結局ランナーそのままです。初球空振りです。2球目打ちました。1塁送球、1塁アウト、3アウトです。このチャンスは生かせませんでした。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。5回の表終了、4対1、タイガース無得点です。5回の裏、スワローズの攻撃になります。2番バッター田中、今日はまだヒットがありません。先頭バッターとしてまずは塁に出たい、この回の攻撃です。初球は見送っています。スピードボールを持っています。アウトロー、空振り。アウトロー外れます。打ちました。ボテボテ、セカンドが前に来る。一塁送球アウト、ワンアウトです。3番バッター川端、ヒットが出れば猛打賞です。まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。アウト、ツーアウト。打席には5番バッター畠山、先ほどは三振でした。ツーアウトになっています。最初は見ていきます。落ちるボール、空振り。打ちました。一塁アウトで3アウトチェンジです。三者凡退に終わっています。5回終わって4対1、スワローズ無得点です。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。神宮球場からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。追いかけるタイガースの攻撃になります。バッターは6番マートン、先ほどの打席は三振に倒れました。石川、この回もマウンドに上がります。初球ボール、次の投球が今日の80球目。変化球、これは空振りです。インサイド打ち上げました。弾き返した打球はセンターへ。バッターボックスには7番新井、今日はまだヒットがありません。まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、ボ
ール球振って空振りです。変化球タイミング合いません。これで追い込みました。ライト方向流しました。飛びつく、取った、アウト、間に合いました。ファインプレー、よく追いつきました。ご覧のように非常にいいプレーになりました。ファインプレー。バッターボックスは8番日高、先ほどはヒットを放っています。マウンド上ピッチャーちょっと疲れてきたか。勢いのあるストレート、叩きつけるバッティング、一塁アウト、スリーアウトです。三者凡退に終わっています。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退無得点です。6回の表終わって4対1タイガース無得点です。ピッチャーが交代します。6回の裏スワローズの攻撃、バッターボックスには5番バレンティン、先ほどは三振でした。ここは塁に出てつなぎたいところ。初球空振りです。打ちました。ヒットになった。ノーアウトのランナーが出ていきます。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。ツーベースヒット。さあランナーを置いてどう対処していくでしょうか。まあここはね、気にしないでね、次のバッターを仕留めること、まあ、そこに集中することですね。迎えるバッターは6番松井。今日は2打席連続となるヒットを打っています。ヒットでランナーは二塁に変わっています。初球ボール球です。外低めに変化球が決まります。目のいいところにチェンジアップが決まります。ワンボールツーストライクです。打ちました。一塁送球します。アウト、ワンアウトです。バッターボックスは7番宮本、今日は送りバントを決めています。セカンドランナー動けず、ワンアウトとなりました。打ちました。一塁送球、ツーアウトになりました。ツーアウトランナー三塁と変わっています。バッターボックス相川、今日は2打席連続のヒットを放っています。マウンドは中継ぎの渡辺。初球甘いコースの変化球ですが空振りになります。
抜ける、ヒットになりました。サードランナーホームイン、追加点が入りました。ヤクルトスワローズ5対1。今のバッティングご覧いただきましょう。見事期待に応えました。これは勝利に向けて大事な追加点となりそうです。打順は9番石川、先ほどの打席は送りバントを決めています。マウンドは中継ぎの渡辺、初球変化球は空振りです。ファースト飛びつく、アウト。いいプレーが出ました。横っ飛びで掴み取った。この回スワローズ1点を追加しています。6回終わって5対1、ヤクルトスワローズのリード広がっています。スワローズここで守備を変えます。交代をお知らせいたします。センターの松井純に代わりまして、ここで代打です。バッター檜山、小宮山さん、ここで代打ですね。そうですね、本人は気合入ってるでしょうね。代打の攻撃が9番檜山。やはりなかなか相手エースを攻略しきれませんね。まあここまでね抑え込まれてますけれども、これからチャンスを作りたいですね。そうですよね、一球一打に集中してほしいと思います。引っ張った、ファースト取って自らベースを踏んでいます。ピッチャー苦しくなってきました。なんとか落ち着きを取り戻したい。バッターは1番西岡、ここまでは1打点という内容です。ワンアウトランナーありません。初球ボール、膝元へ決めてきました。打ちました。アウト、2アウト。2番バッター、ヤマト。先ほどの打席は三振に倒れました。ピッチャーちょっと疲れが見えてきたようですが、どうでしょうか。初球打ち、レフトに大きな打球。レフト下がっていく、下がっていく。レフトが追いかけますが、頭を越えました。ツーベースヒット。ツーアウトランナー二塁。ピッチャーが交代します。クリーンナップに入ります。3番鳥谷、前の打席ではツーベースヒットを放っています。マウンドは中継ぎの木高、まずは初球見送りました。これは大きく外れています。3球目打ちました。これはどうだ。最後はライトフライ、掴んで3アウトです。このチャンスは生かせませんでした。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。7回の表終わって5対1、タイガース無得点です。ピッチャー交代です。
7回の裏に入ります。スワローズ打順よく1番から始まります。打席には1番バッターミレッジ。前の打席ではタイムリーヒットを放っています。点差がありますんでここは自由に打たすところでしょう。初球変化球は空振りです。ボールになります。外に決まりました。ワンボールツーストライク。打ちました。いい打球だ。レフトが入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。その差が5点に広がる重い一発を浴びました。追い込んでからの変化球でしたが強引に引っ張ったように見えましたがスタンドまで運ばれてしまいました。その差一気に5点と突き放されました。見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。残されたイニングはあとわずか。決定的な追加点となりそうです。バッターボックスは2番田中。今日はまだヒットがありません。マウンドは中継ぎの鶴。打ちました。痛烈。これはどうだ。ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。スリーベースヒット。クリーンナップに入ります。3番川端。マウンドは中継ぎの鶴。変化球を見極めます。フォークボールで誘ってきたんですがバッター動きません。インコース。引っ張った。ファースト取って自らベースを踏んでいます。4番に打順が回ります。バッター畠山。今日は打点が1つあります。追加点のチャンスを迎えています。スワローズ。まずは見送ります。ワンボール。インコース際どい。このストレートは入りません。打ちました。左中間に強い打球。レフトセンターバックするバックする。左中間を深々と破るヒットになりました。サードランナーホームイン。タイムリーツーベースヒット。追加点が入りました。ヤクルトスワローズ7対1。迎
えるバッターは5番バレンティン。前の打席ではツーベースヒットを放っています。この回追加点、点差は広がり攻撃はなおも続いています。初球空振りです。これは見送ってボール。これは決まった。ワンボールツーストライクです。ここはランナー返せません。ツーアウトになりました。バッターボックスは6番キアネ。西さん、俊足のバッターを迎えました。そうですね、まあ、足を、ね、警戒して守った方がいいですね。外へのスライダー、ここは見極めています。際どい球、わずかに外れています。ファウルになります。引っ張った。しかしサードライナー。しかしこの回得点が入りました。この回スワローズ2点を追加しています。7回終わって7対1、ヤクルトスワローズ大量リードしています。8回の表タイガースの攻撃、打順は4番コンラッド。先頭バッターとして役割を果たしたいところ。最初は見ていきます。ワンアウト。5番バッター福留、今日はまだヒットがありません。まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール。コーナーを攻めます。空振り、低めいっぱいのコース、追い込まれました。ワンボールツーストライクです。打ちました。センターに抜ける。ワンアウトからランナーが出塁します。打席には6番バッターマートン。ワンアウトランナー1塁。高めのボール打ちました。打球はセンターへ。センターが取りました。ツーアウトです。7番バッター新井、今日はまだヒットがありません。マウンドは中継ぎの木高。
初球ボール。インコース思わずバットが出ました。変化球タイミング合いません。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。アウトコース見送っています。アウトコース打ちました。一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。8回の表終わって7対1タイガース無得点です。8回の裏、7番から始まるスワローズの攻撃です。バッターボックスは7番宮本。点差がありますのでここは自由に打たすところでしょう。初球ボール、打ちました。ライトが取りました。ピッチャー苦しくなってきました。なんとか落ち着きを取り戻したい。バッターボックス相川、この試合猛打賞を達成しています。まずはワンアウトにしています。初球空振りです。変化球タイミング合いません。打ちました。ファウルになります。引っ張った、アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。バッターボックスは9番日高。ツーアウトランナーありません。初球変化球は空振りです。ボールになります。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクです。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。三者凡退に終わっています。8回終わって7対1スワローズ無得点です。皆様どうぞスワボードをご覧ください。点差がついた中でのリリーフ投入ということになりました。ここで代打です。バッター関本。
西さん、この場面いかがご覧になりますか。まあそうですね、まあここはね結果を出してもらいたいですね。西さん、現役時代こういった場面での逆転劇というのはご経験はありますか。まあないことはないんですけれども、まあなかなか難しい場面ですね。そうですよね。高めのボールに手が出ました。変化球タイミング合いません。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。インサイド落ちました。キャッチャーが落下点に入ります。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。ここで代打です。バッター新井。西さん、この場面いかがご覧になりますか。まあそうですね、まあここはね結果を出してもらいたいですね。まずはワンアウトにしています。今のは反応できませんでした。ストライクです。打ちました。高いバウンド、アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。打順は1番西岡、今日は打点が1ついています。ツーアウトランナーありません。インサイド落ちました。わずかに左に切れました。ファールボール。ここは高めのボール誘ってきましたが手を出しません。空振りになります。ここもファールです。ボールになります。これで3アウト。試合終了になりました。残念ながらタイガース敗れてしまいました。西さん、やはり今日は相手がエースだったということで打線は相当手こずりましたね。そうですね、今日はなかなかうまくいきませんでしたね。明日以降の修正に期待したいですね。勝ったヤクルトスワローズ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のタイガースですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはヤクルトスワローズが大勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで神宮球場から失礼いたします。